僕は生まれて初めて西成にやってきた。兄ちゃん、踏み切られたんか。何や、逃げた女でも追っかけてくるんか。違います、これ俺ですから。15年前、僕を置いて出て行ったあの人に。ジャズ、ここで。いらっしゃいませ。ライブ？波地香織さん。あ、もうすぐ始まるから奥入って。いや、ライブじゃなくて。ちょっと待って。ごめん、カオちゃん、お客さん、ちょっと出てきてくれる？なんなん、もうステージやねんけど。ショウ、これ、返しに来ました。もらう筋合いないし。それは大体さ、はい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 、ここではあれやから、あっち行こう、あっち。お手伝いのハルさん元気？確かもう還暦ちゃうかったっけ。他に言うことないんですか。え？久しぶりに会った親戚のおばさんかよ。いや、そんなつもりや。親戚のおばさんでもねえや。15年も会わなきゃ他人だもんな。そう。慣れ慣れしく呼ぶなよ。赤の他人なんだから。なのに。なんだよこれ。どういうつもりでこんなもん送ってきてんだよ。二十歳のお祝い、お母さんにそれぐらいさしてくれへんかな。何がお母さんだよ。母親らしいこと一つされた記憶ねえよ。なのにスーツ、サイズもわかんねえくせに。かおちゃん、もう始まるで。小さいあんたを置いて出て行った理由、いつかあんたに話したいと思ってたんよ。せやけど、今からステージやから。なんだよ、今言えよ。また何も言わずに行くのかよ。あー、もう今度は俺が捨ててやるよ。中入り。はい、サービス。東京と全然ちゃうやろ、この街。汚いし。
不在し。うるさいし、こんな街。兄ちゃん、ええか？西成ナンバーは何話のニューオーリンズや。Fly me to the moon。これやるの初めてちゃうか？なんぼリクエストだっても、うとてくれへんかったけどな。阪神玉来てるんちゃうんか。これ、子守唄でしょ。アホ、ジャズのスタンダードナンバーじゃ。この曲はね、私の気持ち分かってよっていう意味やって、かおちゃん言うてた。何を別れって言うんだよ。欲しいです。スーツもこの歌もペンありますか？